いい大学に行っていい会社に行けばそれでいいって思ってただから全部やったでもなかった違うかったやりたくないでもやらないといけない行きたくない行かないといけないやめられへんやめたらもう終わりや力が入らへん苦しい食欲がない寝られへん頭の中でぐるんぐる回っているどうしたらいいかわからへん うつ病になった今日はそんな社会人3年目の時に書いた日記を紹介しますこの先は気分を悪くする人もいると思うので興味がある本当に興味がある必要な人だけ見てください。 今日も長いね会議。決まったことを必死でメモる作業。もちろん棒読み。飛び交う意見に表情がない。変わらないよ何年経っても。綺麗なことは聞き飽きた。本当のことを言おうよ。前に進まない。もう会議ではみんな自分のいいところしか報告しない。この仕事を誰がやるってなっても誰も手ぇげへん。 上司が言うことをノートに書いて「はい今月もやりや,やりましょう」って言うてふわってしてそれで終わりそして1ヶ月後の会議ではなんだかんだできなかった言い訳言うてそれで終わりその繰り返しこれが俺が望んでた世界なんかこれが現実の社会なんかそうじゃないって言いたかった 毎日が選択の連続ですなかなか思い通りにはいかない現実は本当に厳しいですあなたは受け入れるかごまかすかどちらを選んでますかもうこの時は自分一人でやってもこの大きな会社大きな組織は 何も変えられないって思ってて思た自分がどれだけ努力してもどれだけ頑張っても何も変わらないしこの状態に埋もれていって俺自身もそうなる俺自身もごまかした人生になるそれを選ばないといけないってそういうふうに思ってた戦うのがしんどいんやったら自分の気持ちをごまかして本音をマスクして楽に過ごした方がいいんちゃうかって毎日ずっと考えてた。本音で生きるのかかそれともごまかし 生きるのかどうするのかってずっとずっと自分に問うてたそれでも男か自分が言ったことを忘れたのかよ軽いんだよ口元ができないなら言うな自分が言ったことはやろうぜ軽いよ本当に女に笑われるよ人のために よく言うよ。あんたは自分のことしか考えてへんやん。自分が責任を取りたくないから失敗を後輩に押し付けて自分の自分のことしか考えてないお前のためやでって言うけど自分の勝手な価値観を押し付けてきてなんやろ そんんな人ばっかりやん自分の勝手な価値観を押し付けて自分の身を守ろうと思って何やろそんなかっこ悪い大人ばっかりで自分にはどうすることもできへんくてモヤモヤがたまって爆発しそうやったでもどこにもどこにもあた当,たる当たることができへん爆発できへん誰も聞いてくれへんから俺の言うことなんて実績もないし信用もないし何も結果を出してないそんな俺の言うことなんて誰も誰も聞いてくれへん さあ勝負だ。給料分働いてますか今日は明日につながってますか自分のことは好きですか夢に対して動いてますか ?10 年後は何をしてますか生きられないあなたは生きてますか無理やりな。 最後の力振り絞って明るくして元気よくしてスイッチ入れてやる気を、やる気を出してなんとか頑張ろうとしてた時やった。なんとか人生の意味を見つけようとして、何のために生きてるのか、何のために働いてるのかって、そういうビジョンであったり、ゴールであったり、目的であったり、そういうのがどれだけ探しても見えへんかったから、それを見ようとして、でもずっと見えへんかった。もうはっきり言ってもう生きていなかった。自分で動かしてた感じよ、心臓。見ないなんかなかった。 僕は脅迫されている結果を出さなければ仲良くしてもらえない脳にプログラムされているだから結果を出すために毎日毎日全力で走らなければならない助けてよ誰かもう限界やったなこの時はどんだけスイッチ入れても ちょっとしか動か動へんあの何やろゼンマイのゼンマイ仕掛けの車みたいにちょっとこう巻いても巻いた分しか走らんもう火がつかへんどこにも火がつかへんどれだけやってもどんだけ頑張っても毎日毎日にノルマがあってあれやれこれやれキャンペーン施策が降りてきてそれをやらないと帰ったら帰られへん事務所に帰っても何をやってたんや君は。いや 自分なななりにやってたでも結果ががいい実績がないノルマに追われてやらないと無理やらないとやめさせられるそんな状態が半年続いたもう限界やったそしてその時は突然やってきたポキッて音が聞こえた折れた何かが折れた はっきりと真っ暗になって真っ黒になって色なんかないいや明るくもない光ない自分の体はどこ行ったずっと重いそして軽かったりする動かそうと思っても動かへん起きたはいいけど何をしたらいいの頭止まってるいや心も止まってる動いてないいやでも生きてる。 で無理やり動かす。だって会社があるから、仕事があるから、休むことはできへん。休んだらみんなに迷惑をかける。落ちこぼれ。会社に居場所がなくなって社会から抹殺される。そうしたら親に迷惑かかる。友達にも会えなくなる。恥ずかしい。それだけは無理。だから、なんとか会社に行かなあかん。仕事に行かなあかん。会,会議で発表するための実績を作らないと、会議に参加できへん。みんなに潰される。ノルマを来週の月曜までにやらなあかん。そうせな。 もう終わりやだからやるよだからスーツ着ようネクタイも締めてヒゲも剃るよ歯も磨く動けばちょっと楽になったこの調子で今日はできるかもやるべきこと書いてカレンダーに書いてそしてトゥードゥーリスクを書いたこれ全部俺やるんかな今日いややるんかなじゃなくてやらないといけないからやるんやってだからそのトゥードゥーリストを一つ一つ塗りつぶす今日もできたいや3つ残った残ったことは終わらへん明日もやらなあかん これやらなあかんいやうん空っぽになった無理やりスイッチ入れることもできへんどこにも何も残ってない横になって目を閉じるけど寝られへんしこのままやったらやばいどうするの えー、どうやったらみんなに認められるのどうやったら怒られへんようになるどうやったらこの場から消えれるんやろこの気持ちなくなるんやろもっともっと楽になって幸せになれるんやろどうやったら成功するんやろ <laughs> いろんなことが頭の中で動いているぐるん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 回っている回ってるだけ回ってるだけ何も前に進んでいない回ってるだけ回ってるだけ何も前に進んでない寝られへん 寝れへんかったら力出えへんどうしたらいいん早く寝なあかんのにどうしたらいいんだから起きるもうお酒飲むしかないもう,う,ういつも薄めてるけど梅酒をきつめに入れて飲む真っ白な紙出した頭の中のぐるんぐるんを全部出さないと無理やだから白い紙に思ってること全部書いた思ってること考えてること感じてること気持ち 言われたことを頭の中でずーっとずーっと自分に言ってることを全部書いて思ってることを絶望全部絶望絶望を暗いものを全部書いた真っ黒になった力のない文字で力のある文字もあったけどそして何も解決してへんけどすっきりしたでも今深夜2時早く寝ないとでもこのままもう寝られへんだから とっておきの睡眠薬マイスリーを飲んでこれやったら30分で寝れるいや使いすぎたらあかんの知ってるようん依存するの知ってるだから月に1回だけって決めてるだから今日は飲むもう今日から1ヶ月は飲まへんでも今日は寝ないと明日締め切りやから明日までやらなあかんことがあるからどうしてもこれ使わなあかんから でも、寝れた。起きた。何も変わってない現実。同じ朝。まだ5時半。ちょっとだけ動ける。力戻ってる。なんとか会社には行ける。いや、営業なんてできる状態ちゃうよ。休みたいよ。でも休むことの方がもっと怖い。これは、 もううつ病やって分かってるよ8年間いや3年間うつ病の薬を販売してきたうつ病ってこうやって診断するんですよって説明してきただから全部その診断に当てはまってるだから自分で一番よく分かってるこれはうつ病やってでも病院なんか行かない病院行ったらそうなってしまうのが決まってしまう確定するからもうこれ以上 認め,認めて認めることできへん認めたら会社休まなあかん会社休んだらみんなからそういうやつっていう目で見られるそれがどうしても無理やっただからスーツ着たよいつものスーツ着て会社に行って事務所に入るその前に胸を張って思いっきり顔に力を入れて「おはようございます」ってみんなの目を見て「おはようございます」って 必要な資料を取って、もうすぐ会社出た。そこの場所にいられへん。そこの場所にいればいるほど、どんどん力なくなるから。で、得意先に向かう、車で。でも、そこには行けへんかった。もう、会われへん、誰にも。道の駅に行った。フロントガラスから見えるおっきな山。おっきな山見てて。 窓を全開にして川の音が聞こえるもう無理やろこれ誰か止めろよこれほんで考えたいつまでこれを続けるんやろう この先ずーっとずーっとこんな生活なんこんな人生なんもしそれやったら何ののために生きてるのいなくなった方が楽やん死んだ方がいいんちゃうだってこれ苦しいやんこれ苦しいっていうことを逃れた方が楽やんなんでこんな苦しい思いまでしてしんどい思いまでしてスーツ着て毎日生きなあかんの どこに喜びがはんねんどこに幸せがはんねん誰も止めてくれへんこの先どんだけ進んでも何も光なんかないいやもう死んだ方がええよやめた方がいいよそう思った生きる意味なんか分からんかったでも 死ぬってことを選ぶこともできんかったそれも怖かったいや力がなかったよ死ぬっていうことを選ぶ力がなかったでもそこからちょっと明るくなった死ぬっていうことができないって分かってから 明るくなっただってここから抜け出すことが必要やって死ぬってことをできないってことは生きるっていうことを自分が選ぶっていうことやから自分で決めたことやから生きることを俺が選んだ俺が選べたんだっていうことが力になって一歩だけ一歩だけ進める力になって。 一歩だけ進もうって思ったそう思ったら真っ黒じゃなくなってちょっと次どこに進んだらいいのかっていう次の一歩次のちょっとだけ先のちょっとだけ先の道が見えてそこに向かって一歩進むとちょっとだけの先が見えて一歩進むでもその目の前の先に何があるかわからんけど ほんのすぐ5センチ10センチ先にだけが見えてそこを一歩一歩進む進むっていうことしかないっていうふうに決めたそう思ったらちょっと力が出て光が見えて明るくなって元気が出て一歩進めるようになったもう道を見える道を見よう今見えてるそこを見てそこに向かって一歩進もう そう思えばこの世界がはっきりはっきり少しずつ見えるようになってきたもやがかかって曇りがかかってたけどちょっとずつ色を取り戻してちょっとずつ見えるようになってきたこのちょっとずつ見えるところから自分のやりたいことを探そう好きなことを見つけよう自分が進むべき道を見つけようっていうふうにちょっとだけエネルギーが湧いてきたそしてそれから1年間3つのことをやったよがむしゃらに死ぬ気でやった そして、なんとか、うつ病を克服することができた。力が戻って、未来に対して希望が見えた。今、どっちに進んだらいいのかっていうのが、決まった。これしかないっていうものが、見つかった。 ということで、ちょっとね、昔の日記を読んでったら、ああ、<laughs> そんな時もあったなって、今だから思える。今だから言葉にできる。でも、その時は誰にも言われへん。<laughs> 書くしかなかった、白い紙に。<laughs> 今日はここまでです。 えー、でもそんな辛い時から克服できたどうやって鬱つから克服できたのかっていうのが自分の中で言語化で今できてるんでもし要望があれば配信したいと思います今鬱で苦しんでる人の少しでも少しでも力になれば本当に嬉しいですはいもう無理やろう